Hey everybody, this is Fruit of the Spirit series, week 5. We're talking about kindness. We're on Broadway Door and we're going to ask people who's the kindest person they know and why. Let's go check it out. 一番親切な人は誰でしょうか？お母さんです。なぜでしょうか？そう、いつも優しく接してくれて、受験の時もずっと支えてくれてたからです。いや、親です。あ、なぜでしょうか？いや、いつもご飯とか作ってくれて、はい、優しい方です。あ、はい。はい、親切、はい。中学校の頃の先生、はい。なんででしょうか？なんか一回めちゃめちゃ他の先生に怒られたことがあって、その時にその中学の担任の先生がかばってくれた。ソロバンの先生、なんででしょうか？なんか受験とか中学校のテストとか定期テストとかも全部支えてくれて、はい、それで、まあ、小学校から感謝しかないなみたいな。家族、なんででしょうか？やっぱ相談乗ってくれるから。お母さんです。なんででしょうか？毎日その気にかけてくれたり、そのご飯作ってくれたりするので一番感謝してます。12時より夜7時まで会社の先輩かな。あ、会社の先輩、うん、なんでですか？いろいろ教えてくれて、いろいろフォローしてくれて、はい。普通の人は親切だと思いますか？そうではない、多い。あ、じゃない人が多い。あ、そうですか。 ありがとうございます。はい。一番親切な人は誰ですか？おばあちゃんですね。おばあちゃん、なんでですか？ね、育ててくれたからです。